未来の鑑定士発掘バトル。はい、こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その答えを月子先生に100点満点で採点していただきます。得点の結果はランキングにも反映されますので皆さん頑張ってください。さらに90点以上獲得したガールズには電話占いマヒナの40分無料鑑定を差し上げます。はい、今月のカードは植物や風景、食べ物などの豊かな色彩が鮮やかなカラーカード、色に隠された秘密の言葉。今回の対戦相手は赤澤ちゃんと入山ちゃんです。生きてるよ。今週の占いのテーマは友情運でお願いします。友情運、はい、じゃあ真ん中。お、えい、どんな色。鑑定開始。なんか助言してくれる友達が新しく登場するはずだから、はい、この人に言ってみてもいいかなって思った人に心を開いて相談すると変わるかもしれないですね。はい、そこまで。月子先生、はい、こちらのカードはどういったカードなんでしょうか。はい、これはですね、白、心を明るく照らすっていうカードなんですけど、うん、お友達に積極的に自分から悩みを打ち明けていきなさいとか、はい、あなたが思ってる以上にお友達受け止めてくれるから安心して飛び込みなさいっていう、そういうことを言ってますね。なるほど。さあ、月子先生、何点でしょうか。55点です。55点、ね、ありがとうございます。はい、友情ですからね。うんうん、友情、はい、何色。亀の甲羅みたいな。鑑定開始。照らしてくれます。わかんない。そこまで。平穏と落ち着きをね、体験するって書いてあるんですけど、うん、勇気を出してお友達のところに飛び込みなさいって、うん、それとこの人一緒にいたら楽しいなって思える人には声をかけていきなさいっていう、いい、これから友情運アップしていくと思いますよ。何点でしょう、つっこ先生。ギブアップしちゃったんでね、嘘でもいいからあったらよかったんですけど。はい、赤澤ちゃん